先代とお遊びですか。手段が目的になっちゃいけないと教えられてしまったと思わなきゃいけない。先代がよく言ってたのは気を尽くすべきだ。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。朝山一展開チャンネルです。あの行き違いを鎌でいうとこの旅型、旅型で移したという。先代とのお遊びです。これお遊びがこれなんですか。はい、はい。先代とのそういうね一緒にいた時間っていうのは、そういうお遊びの中にすごい教えがあったんですね。ああ、遊びの中から生まれたというか。そうそうそう、はい、すると術理より深くね理解できる。形式的にこうね点と点が型という点がつながっていくんでね、で一電流の何たるかっていうのをより深く、ああ学ぶ意味も出てきます。この型ではなく全ての技がつながって一致してるっていうことですね。覚えたと思ってることが条件変えるだけで急にできなくなるって、それって実は分かってないってことだ。そうそうそう、そこで完結しちゃってるわけですね。一個の型を覚えたってことで、で実利も覚えたと思ってるわけだから、ちょこっと変えられると、ね、もう何もできんっていうね。それをね先代はそういう遊びの中でね成長を促してくれる人だった。ああ、それを我々は先生から教えてもらって、ね、だから先代っていうのはもう一電流そのものでしたよ。どんな適当なことやってもこれ分かる人は分かるんですよ。どんなに適当なことやってても、ね、全部が一電流の理なんですよ。本当に技身についたってこういうのことを言うんだなって途中で気づいたんですよ。私も一緒に目指すとこはそこです。でもね、やっぱりすごいなって、いい加減に刀振り回してて全部一電流の理になってる。すごいすごいなって。いやそこ目指したいな、やっぱり。そうそう、いや特に一電流技多いんで、うん、それを全部染み込ましてるってすごいなっていう、うん、よほどだからねそこにはね自信というか自負があったというかね。ああ私に先代が言ったことあるんですよ。一生懸命覚えようとしてね、はい、要するに私の視点でね、はいはい、一生懸命覚えようとしてる頃に先代がよく言ったのが、関さんあんたはねって、うん、そういうことじゃねえんだよって、うまいのは分かったからさ、ああそうじゃないんだよ、うん、一電流のなんたるか得得できるんだったらね伝授の方なんか知らんでよろしい。すごいですね。でも、うん、そういうことなんです。伝授の方なんかよろしい、うん、手段が目的になっちゃいけないってこと、もちろん覚えなきゃダメですよ、はい、でもそれじゃないんだよって。なりがちですよね、目的になりがちですよね、うん、そうそうそう、あんたは分かったよって、あんたがうまいのは分かったよ、うん、でも一電流になんないとっていう、うん、一電流が分かんないと、うん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 、ことで、うん、そっからですね。じゃあ でその意味を紐解くのに1年かかった、うん、1年、うん、でも1年ぐらいですか。何を言おうとしてるのかっていう、本当にその言葉がいい加減なこと言ってるんじゃなくて、うん、腑に落ちるっていう。本来でもねそこを自分で消化しないといけない部分ですね、うん、今先生からも教わってるから、あそうなんだって思えるけど、うん、その当時やっぱり先生ご自分でやっぱりあれですもんね、うん、そうそうそう。だからね、まあいろんな考え方があってね、反論もあるかもしれないけども、うん、教えられてしまったと思わなきゃいけないってことに途中で気づいた、うん、あ私もそれ初期の頃に言われました、うん、教えてもらっちゃおしまいよみたいな。そうですね、違うね、教えられてなるほどって理解できる、うん、それはそれでいいんですよ。じゃなくて教えられた時に、はい、あ自分で気づくべきだったって。そうですね、あこれだったら気づけたのにっていう、そういうことです、そういうことです、はい、そこから考えようとちょっと止まってた、思考が止まってたっていうことでもあります。そういうことですね、しまったって思って、うん、まあ、ないとね、はい、うん、確かに型全部覚えて満足しちゃうとこはやっぱあったりするじゃないですか、うん、こういう世界で。それじゃないんですよね、うん、そっからの先なんでしょうね、先の世界。だから、はい、ピロスケ君のリクエストで昔のお遊びがパッと今出てきた、うん、ああなるほど。こんな深いお遊びってすごいですねなんか確かにこれもちょっとやってほしいっていう僕の、まあ、お遊び心っていうのもやっぱあったと思うんで、それがこう、まあ、合致したというか、教えが含まれているとは。いきましたね今日のリクエストが。何かちょっと楽しいですね。ありがとうございますだけどやっぱりね釈迦の手のひらなんですよ、うんうん、やっぱ皆さんにね指導しててねこう言うでしょ、きっとね先代に言われて忘れてた言葉自分の口通ってるんですよ。その時にあやっぱりねって、釈迦の手のひらで、うん、まだまだっていうね、うんうんうん、先代の言葉をね受け売りで言ってることが、ただ逆にね嬉しいんですよ。それが忘れてたことが皆さんに教えることで、あ
口に乗るんですよ。ああ、自分にも。そう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 。ああ、そんなこと言ってたなって口に乗せてから思う。みんな学んでるわけですね。そうそうそう。そうやって繋いでいくわけですもんね、交流っていうのは。昔の人からも、その先代、その前の先代からも。ただ形式だけを映すっていうのが伝承じゃないです、武術は。精神文化であり身体文化でもあるのでね、はい、ただ型の形式をこうっていうことじゃないですね、うん、確かに。要するに松本先生の技が大崎先生の技、うん、はい、そして関先生の技っていうふうにつながっていくところに、うん、ざっくりとは枠ですけど、はい、手張りがないといけない、手張りですね。そう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 。なんか感じたのはお言葉あるじゃないですか、先代の、はい、そういうのをつないでってるわけじゃないですか。昔の人はこう教えてもらったみたいな、そういうのもちょっとした文化なのかなと思いましたね。いやー、なんかいい話聞けた、いい話聞けた聞いちゃいましたね。なんかその人から人のバトンつなぐっていうのはね、そういうことだと思うんですよ。バトンつなぐ、極端なこと言えばさ、はい、あのいや死んじゃったから関係ないよって、もう俺がやるんだよ、そういう考えのもとには流儀は形式だけになっちゃうよ。そうですね、重さが乗らないっていうか、つながってないですよね、それじゃ、ね、自分でね何かをやらなきゃいけないっていう時にもふとね、先代だったらどう思うだろうとかね、ちょっとそういうことを考えれば、うんうん、いいんですね。で、先代がよく言ってたのは勢い尽くすべからずって。勢い尽くすべからず、うん、調子のいい時ほど慎重にって。調子に乗ってどこまでも行くと後続かなくなるよ。だから自分一代で流儀を食い潰すんじゃなくて、うん、次の人のことも考えてっていう。ああ、そういうことなんですね。そう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 。自分だけ満足じゃなくて繋いでいかないといけない。繋ぎも考えていかなきゃいけないですよね、宗家という立場はね。やっぱり、はい、終わらすわけにはいかないっていうのが、そういうこと。一番はそれなんで。すごい学びました、本当に学びました。はい、ちょっと録音して夜中聞きます。音声コンテンツは OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。今回もご覧いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。できるかな。お疲れですか。